海タナゴかは、鈴木木、ベーラー木に所属する魚類の分類群の一つ。海ナゴ、キ北ナゴなど、卵体制の魚類を中心に13属23種が、記載される。シャイナーサーフパーチ。本家は、卵体制のグループとして知られ、コチギ魚は、メスの体内で成長してから産み落とされる海タナゴかの、魚類は、ほとんどが海水魚で、主に北、太平洋の沿岸域に分布する。 所属する23種のうち、18種は北、アメリカ北西部の太平洋岸に、4種は日本、朝鮮半島など、太平洋北東部の沿岸に生息する。淡水産種として1種のみが、カリフォルニア州の水系から知られている。本家の仲間は藻場、岩礁、上艦隊や、タイドプールなど、沿岸の浅い海に多く見られる。海底の低生生物、 あるいは海藻に付着した無脊椎動物を捕食する植生が一般的だが動物プランクトン食に特化した種類も知られている。ウミタナゴ類はベーラアモクの仲間としては唯一卵体制の繁殖様式を持つことで知られている。オスは厚く発達した尻びれの先端部を用いてメスと交尾し体内受精を行う。孵化した稚魚はメスの体内である 程度成長してから産出され、一部の種類のオスでは、すでに生成熟に達していることさえある。ウミタナゴカの仲間は、左右に平たく側平たした、いわゆる体型の体型を持つ。多くは、全長20から30センチメートル程度に成長する、小、中型の魚類で、最大種ラバーリップシーパーチでは45センチメートルに達する。側線は、体側の高い位置を走行し、 よく発達するが、尾ひれには達しない。鱗は、円鱗で、側線鱗は35から75枚。背びれは一つで、通常は6から11本のトゲ状と9から28本の軟状で構成されるが、ヒスターカーペス属のみ15から19本のトゲ状を持つ。尻びれは3トゲ15から35軟状で、尾ひれは二股に分かれる。シャイナーサーフパーチ。 大きな群れを形成し、淡水、寄水域にも進出する、ブラックパーチ。通常はアシャバで暮らすが、水深40メートルを超える、やや深い海域からも知られている、ストライプトシーパーチ。鳥魚、食用魚として広く利用される、レインボーシーパーチ。カリフォルニア沿岸の岩礁やモバに生息する、ウミタナゴカには、ネルソンの体系において13族23種が、認められている。 本校では、フィッシュブイスに記載される13属26種について、リストする。日本や朝鮮半島の沿岸に広く分布する、ウミタナゴディトリーマ・テミンキーには、体色の異なるアケイが存在し、従来は一つの種の中での色彩変異と考えられていた。携帯学的研究に基づく再検討の結果、ウミタナゴには、実際には、複数種が含まれることが明らかとなり、 赤みがかったタイプは赤田ナゴディジョーダニーに同定され、銀色タイプは深夜種、またナゴディディパッセファカムとして記載された。ありがとうございます。